二の丸まで攻め込んだが、こっからが本番じゃ。みんな気抜くなよ。小田原城は難攻不落だ。その意味てめえらの身に教えてやら。平凡我が軍を分断するとはやりようの。急いで孤立した味方を救い出すんじゃ。さて、この窮地でも自制できるか。突っ込んで戦局を変えたいところだ。ここは抑えよう。それが最善だ。三の丸の敵を撃ち、城の防御を崩してやる。するべき時ではない。姫が北条にいる。ですが手は抜けません。いざ真剣勝負を願います。姫様と勘違いしててもいい。今はこの時をたっぷりと楽しみたい。厳しい状況だな。攻撃だ。封止めの本陣をかすれ。
敵の進行を食い止めねば。こんな時じゃ僕に構わないよ。ガキなりに最善を尽くしたということか。だから子供扱いはやめろって。みんな妖怪だ。こっから反撃じゃ。まずはホープで本番を攻撃するぜ。解剖今だ。全軍天使に突撃せ。王城の結束は永遠に不滅だ。味方と共に南極へ向かっては。上出来だ新入り。上出来ならいい加減だ。新入り扱いはやめてくれませんか。王城の魂まだ尽きぬ。負けは誰も通さんぞ。体勢は猛攻だとしてまだ抵抗するか。工場は何のことしぶといのは。イデオス様、他のプログラムは満通者なのです。任されたか。奴らに匂いを沸かせます。東からも本番へ進め。北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を関東から追い出せ。開門。Thank you.
ついにここまで来たか。俺と一緒に乱世こう思ってみやがれ。こんな敵じゃ僕にかなわないよ。天下平定、ここに相なった。皆の者、大義決めた。直政は俺の好敵手だ。これからも一緒に頑張れ。待て、好敵手とは互いに認め合った間なら一方的に呼ばれては迷惑よ。なあ、信入。どの口が言うんですか。